伊東温泉競輪2月の F2 ミカリンナイトレースはいよいよ最終日ラストカードを迎えました。覇者を決する大一番、第10レース決勝です。4コーナーからホームに帰って残り3周を切ります。正攻法は9番の本郷、3番手に6番の佐野、さあそして6番手から2番の中野が上がっていった。中野には8番小泉、4番大崎、そして最後尾から7番の磯田明、中野のラインを追走します。内側にいるのは6番の佐野京太、佐野を3番手に封じ込めて2番の中野勇気がアウト、2センターから4コーナーにかかります。さあここで誘導が降りて2番の中野勇気が出ました。赤番から先手を取っていった2番の中野勇気です。8番小泉、4番大崎、そして短期7番の磯田が4番手、アウトコースからさあ6番の佐野京太が行く。佐野が行きます。バックストレッチ打賞が入りました。それに応戦するのは2番の中野勇気。中野と佐野の突っ張り合い、もがき合いとなって4コーナーからホームストレッチ、6番の佐野が出て残りは1周です。さあ佐野京太が主導権を握った。2番手1番の須藤悟、外から7番の磯田がまくってくる。2コーナーからバックストレッチ、磯田まくって早くも先頭に変わりました。追走するのは9番の本郷、それから3番の国武浩二、九州勢が2番手3番手、2センターから4コーナーに向かっていく。先頭は磯田、磯田先頭、その後ろから9番の本郷雄三、今日はやり返した。